植木義春9月16日隊は、日本の実業家、総除牛、元俳優、日本航空株式会社会長、京都府出身。父は、昭和期の剣劇映画の大スターであった俳優の片岡智恵蔵で、智恵蔵が49歳の時に生まれた子である、5人兄弟の4番目、実施に、女優の植木智恵がいる。1956年からの3年間、黒田騒動、 アコーロー支店の巻地の巻、大菩薩峠第2部、大菩薩峠完結編、1959など公約としての映画出演もあるが、演技でうまく泣けなかった時に、新映像から頬を叩かれたのをきっかけに、俳優を辞めた。慶応義塾大学法学部を1年で中退後、航空大学校に入学。1975年に、航空大学校を卒業し、操縦士として、 日本航空に入社。1994年に DC-10 の機長となり、以後、17年間を機長として乗務した。2008年6月には JA 代表取締役副社長に就任。以後、JAL の執行役員に就任するまで、ボンバルディア CRJ200 の機長を務める。2010年に日本航空が経営破綻した後、 当時の会長の稲森和夫の下、同年に執行役員運行本部長に就任。2012年2月15日の臨時株主総会において取締役に選任され、その後開催された取締役会で代表取締役社長に就任した。上野植木と呼ばれて、求心力があり、敵を作らない親分肌の人柄が評価されての器用だった。2018年1月24日、 4月1日をもって代表取締役者、修役員から代表取締役会に移動する人事が発表された。2018年4月1日付で常務修役員整備本部及び JAL エンジニアリング代表取締役者の赤坂雄二が新社長に就任し、現取締役会の代権は会を退任して取締役となる。同年6月、 レジオンドヌール勲章シュバリエを受賞。2020年4月1日、代表権は外れ取締役会長となった。ありがとうございます。